フォロワー。ウィッスどうも勲章をもらったゆっくりです。お前にふさわしい勲章は戦勝賞だろ。今なら金賞が余裕で10個くらいもらえるぞ。うっせえ黙れ。さあ今回モールデモート師団所属、オランダのベストにてアメコーを迎撃中。敵車両が幹線道路を進行してくると余裕で予想できるので地雷埋めましょうねー。って言ってたら早速トラックが突っ込んできた。交通事故起きたぞおい。あの野郎免許持ってないだろ。まあいいや戦車が来る前にさっさと地雷埋めないと。ということで日陰にぽい。埋めるとは一体。それはそうとさっきの一発で3人やったらしいな。これはついてる。ちょっと前通りますねー。あいよー。リロードするから待っててねー。律儀に木の下で待ってて偉いねー。はいプレゼント。対戦車兵君さー、南側に敵のスポーンあるから破壊しに行ってくれね。くっそい場所がバレた。そして対戦車兵も頭を吹き飛ばされた。ガーランドだなこれ、連射できる武器欲しいなーどいつもなー。王通信兵からゲイアドハイウント増やすし剥ぎ取ってこい。あれ精度クソだから嫌い、10メートル先のトミー殺すのに8発かかったぞ。クソエイム、だと言いたいところだが私もなぜかあれ使ってる時だけは当てられん。木にぶつかって止まってるジープを発見。免許再発行してきてねー。ジープといえども機銃乱射しながら拠点に突っ込まれると味方が困惑するから早めに排除できてよかったよかった。正直車両乗ってる敵殺すの楽しいからか味方が集中砲火するから速攻で死ぬだろうけど。さて幹線道路の南側の集落まで来たが予想通り敵のスポーンを発見。分隊長に通報したことだし拠点に向かう敵を排除するか。お二人発見。まずは一人。はい二人、仲良く死んでいってね。足首をくじきました。貧弱体質にも程があるだろ今のでダメージ受けたぞ。追加入ります。地雷の代わりに爆薬を持ってきたぞ。これでスポーンを破壊できる。贈り物です。みんなで食べてください。あざっす。いやうまい。なんか動かないしミンチになるところを見てみるか。ハンバーグ2人前入ります。くっそ爆発ダメージ見誤った。おう味方くっそ楽しそうなことしてんな。ワイにもやらしてやー。人のおもちゃをねだる幼稚園児かな。さっきので南側は相当できたはずだから今は北側に向かう最中。オブローニングの射撃音。くっそ楽しそうなことばっかやりやがってワイにもやらせろ。ってことでターマやー。はいはい影や影や。やるならもう少しやる気出してくれないかな。いろいろあって北側まで回ってきたぞ。いろいろカッコ的公平追いかけて逃げ切られる。お前は私の期待を洗いざらい話さないと気が済まないのか。そうだよ。あ、はい。さて敵スポーンを発見したので手榴弾ぽいぽい。多分敵は排除したので爆薬もぽいぽい。うわなんかいた。手榴弾食らって棒立ちとか肝が座ってるな。そして相も変わらず全く刺さらん銃剣。いいやそのままひき肉になってもらおう。調理完了、さあできたかな。血の一滴すら残ってねー。さて残敵相当に行こう、アメコーは皆殺しじゃ。ちょうど近くに一人いるらしいしそいつからだ。お前からだったな。ありがとなす。いやー蘇生しない味方が多いから本当にありがたい。敵もいないのに素通りしていくやつとか本当に何を考えているんだか。助ける価値ないと思われてんだろ。うっせぇなぁ、そうかもしれんけど。さて敵を相当しながら拠点に向けてうっぱなんかつまずいた。はぁなんでこんなとこにいるんや。心臓に悪いわ、死ね、ハゲ。ようやく銃剣刺さったな。さて拠点内の塹壕に敵がいるらしいので行きますよ、行く行く。これは不衛生兵。敵車両もいるしあの近くかな。ちょうど弾薬箱もあるし補給してぽいぽい。おう暴発してんぞ。Ich brauche eine Granate! おまけで爆薬もぽいぽい。弾の妻も聞こえたしやったな。退避する時間もないし塹壕内に伏せておこう。さすがに塹壕内にいれば大丈夫だろ。恐ろしく早いフラグ回収。私でなきゃ見逃しちゃうね。
あと TK したから謝っとけよ。いやあれはおかしいだろ。手は左から撃たれた。いや後ろ以外の全方向から撃たれてんなこれ。人気者は辛いな。とりあえずいそうなところに手榴弾ぽいぽい。手榴弾は全てを解決する、いいな。もちろん全て解決するので敵も逃げてくる。やーい下手くそ破片すら当たってねえぞ。さっさとこの場から離れよう。あっぶね狙われてたわ。これで大丈夫かな。空軍は相変わらず元気だな。今のところルフトバッペが活動するの見てないけど。さすがは飛ばないことで有名なドイツ空軍。さて南側は大丈夫そうなので拠点に向かおう。敵戦車が暴れ散らかしてるし排除しなきゃ。いやー年を取ると段差がきつい。何歳だよおめえ。あ、敵がおる。きれいな二度見からのクソエイム。しょうがない。はい、3機壊滅。ってことで肉薄じゃ。フィアドイツランド、アンゲーフ。これは鉄十字章不可避。あの後エンジンを破壊されたシャーマンはファンターに処された。沼地でアメコーと白兵戦してドイツ人義勇兵に助けてもらったりしたが録画し忘れてた。ドイツ人が義勇兵とかどこの軍隊だよこれ。お看護兵、ちょっと手当てしてくれー。さっき鉄条網に自分から突っ込んでいったもんなお前。あ、目の前でヘッショされた。どこに野眼だ。味方が拠点内に入るにはここを通らないといけないから排除しないと。自分から身をさらけ出す的の鏡。行って出血した。なんで壁から飛び降りただけで出血すんだよ。当てて当てて当てっと。くっそまた味方がやられた。一体どこだ。レートが低いから狙撃兵だな。探すのが面倒だぞこれは。ほらさっさと仕留めろよ。味方がまた死ぬぞ。いたな、屋根の上だ。よく狙ってー。いやどう見ても当たってただろ今の。これはクソエイム。引っ込んだから出てくるまで待つか。出てきたな。下手くそに飛行機つけてそれか。はい出直してきてね。場所は変わって味方が対空砲を置いてた屋上。なぜか戦車から出てきた戦車兵を排除。背後も確認したことだし敵戦車を見てみるか。ファイアフライかな。対戦車兵が肉薄していたがたった今やられたから私が行くしかないか。あまり見晴らしがいいところを走り抜けたくないんだが仕方がない。暗いヤンキー目、おととい来やがれ。さあ撤退撤退、また爆風で吹き飛ばされちゃたまらん。なんでこんなところにブローニングエアガンだよ。よしエンジンはやっただろう。一級鉄十字章くらいならもらえるんじゃないか。てことで時間切れによりドイツ側の勝利。両陣営とも予備戦力を使い果たす寸前だったのでなかなかの接戦だった。ということでさようなら。さようなら。お前とうとうラストでも喋るようになったな。How I got the most efficient in combat vision. 7 of them. Well, it's one by ratio as far as I know. Yeah, 7 kills and 3 deaths. 6